はい、最後に、ライブ 2D トレーニングの時間ですね。これも具体的に VTuber 作りたい人、動画作りたい人向けの順路とか紹介してたけど、そういうね、明確にこれを作りたいっていうのは特にないけど、ライブ 2D 上手くなりたいっていう人がどんなものを見るといいのかなっていうのを抜粋して紹介していこうと思います。まずはライブ 2D 筋を鍛えると、ライブ 2D 筋と題してみました、はい、メッシュ割りとかデフォーマとかね、ライブ 2D モデルの基盤になるような要素の理解度というか、その辺を鍛えるのはどれがいいかなというやつですね。まずはメッシュ割りを理解するためにどの動画、どの生配信を見るといいのかなっていうところなんですが、まあ、まずはこの超時短ライブ 2D モデリング講座ですね。超時短って書いてあるんですが、かなりそのノウハウが詰まっている講座になっていて、パーツの整理からまあメッシュ割りみたいな項目があるんですけど、そこを見てもらうとね、結構メッシュ割りのまあやり方というかおすすめのメッシュ割りみたいなところがわかるかなと思います。タイムスタンプとかもしてあると思うんですけど、そこにパーツ整理とメッシュ割りっていう項目があるので、そこを見てもらうとねいいかなと思います。あとは講座動画で言うと衣装替えモデルの作り方ですかね。これもですね、あのメッシュの流用テクニックみたいなところを紹介していて、作ったメッシュをうまく流用して、まあ、賢くモデリングするやり方みたいなところを紹介しているので、メッシュ割りの理解にはかなり役立つと思います。で、あとはこれね、この前やったメッシュ割りについて話したいっていう、まあ談義ですねはい、この生配信もメッシュ割りについてもう話したいことをね、ほぼほぼ話せたんじゃないかなというぐらい話しましたので、語り尽くしましたね。うん、これを見てもらうとだいぶメッシュ割りの理解がはかどるかなと思います。例えばメッシュ編集モードの使いこなしであったりとか、部位ごとにね適してるメッシュ割りってどんなものだろうっていうことだったり、あとは綺麗なメッシュ割りとうまくいってないメッシュ割りってなんだろうみたいな、そういうのもね、ここの魚先輩がねデータを用意してくれて、いろいろと解説してくれたので、そう、わかりやすかったです。で、これもね、あのタイムスタンプが細かく打ってあるので、気になるところで飛んでもらってもいいと思います。で、まあ他のね講座もいろいろ見てほしいというところはもちろんあるんですが、抜粋するとしたらこの辺かなというところです。で、次がデフォーマの知識を深めるときに特にどれがいいかなっていうところなんですけど、まあ、また現れました、ここでも超時短テクニックが詰まってるんですね。そうなんですよ、ここねテクニックが詰まってるんで、ライブ 2D 筋を鍛えるにはねこの講座本当にねいいんですよ。で、この講座の、まあ、タイムスタンプでデフォーマの理解とデフォーマのセッティングっていうタイムスタンプをしてあるんですけど、ここを見るとね、デフォーマの理解とデフォーマをセッティングする時のこういうこと気にしようねみたいなところとかが分かります。あと、あの便利なショートカットを教えていたりとか、まあ、デフォーマって階層に、ね、なっていくと思うんだけど、そこのまあ構築についてどうするといいかみたいなこととか、デフォーマの調整方法みたいなところも紹介しているので、時短と言いつつというか、すごいコンパクトにまとまってる動画なんだけど、結構ね掘り下げてるんで、ここは見るといいと思います、うん。で、次が学んで使おう組み込み用ファイルですね。まあ、これはね、さっきも結構紹介したんですけど、負荷がかかる状態が何なのかみたいな話をしてまして、で、こう、デフォーマのね話をする上で結構よく出てくるのがこのデフォーマのはみ出しっていうワード、はいはい基礎編でも結構ねはみ出ないようにしようっていう風に言ってはいるんですけど、それがはみ出るとどうなるのかみたいなところかな、そういうところをちゃんと解説しているので、デフォーマがなんではみ出しちゃいけないのかなとか、デフォーマの設定ってどう影響してくるのかなっていうのの理解度がここで深まるので見てもらうといいと思います。で、あとはまたここでもね談義を持ってきてみたんですけど、はい、デフォーマ構造について話したいっていう講座というか、まあ談義なんですけど、談義ですね。これはね、ほんと1回で終わらせるつもりだったんですよ1回で終わらせるつもりだったんだけども、話すことが多すぎて2回に分けてしまったという。で、これもねかなり話したので見てほしいんですけど、やっぱちょっと長いんでね、タイムスタンプがあのこれも打ってあるので、気になるとこに飛んでもらうのがこれもいいのかなと思います。2回目の方ではこう実際のその場で実演とかもしてるんでね、参考になると思います。で、次が技を身につける、まあ技って言っちゃったんですが、変形ツールの使いこなしだったり、顔の立体感、これね、このぐるぐる XY、 この立体感をつけるコツだったり、物理演算をまより理解する、まあ、さらに一歩踏み込んだ表現に挑戦する、この辺をまるっと技っ
ていう風に言ってみました。まずは変形ツールを使いこなす。これもね、ライブ 2D ってその変形をさせるときにいろんなツールがあるので、まあ、どれ使おうかなって悩んだりするとか、あとこれなんか使いどころわからないなっていう機能もね、まあまああるのかなと思います。まあどんどんね、そのエディターが進化していってるので、変形ツールってかなりね増えていっているんですよね。でそんな時に参考になるのが、まずは超時短ライブ 2D モデリング。はい、はい、ここでも変形ツールいろいろ紹介してるので、変形パスだったり一時変形ツールだったり、あとブラシ変形ですね、その辺を紹介しているので、ここも見ておくとまずはいいと思います。であとは揺れ物理演算をマスター仕様の動画で言うと2個目ですね、うん、このいろんな機能を使いこなそうっていうのがあるんですけど、はい、ここでキュビズム4以降で入った機能の紹介をしていて、あと揺れに特化している講座ではあるので、揺れの形状を作る時の、まあ、便利機能というか、変形パスの活用方法だったりとか、形状のブレンドを駆使して反対側の動きを作るみたいなね、そういうやり方とかも紹介したり、あとグルーもね、結構使いどころに悩むっていう人もいるんじゃないかなとね、はい、思うんですけど、ここではグルーはこういう時がに使うといいかなっていうところで、ずれてほしくないところにグルーを使いましょうみたいな感じで紹介していて、まずはこれを見てもらうといいのかなと思います。あとは生配信がね、抜粋するの悩んだんですけど、ここではちょっと第4回の添削生配信を抜粋してみました。これでちょっと揺れ物で悩んでる人の添削をした時に、変形パスの活用方法っていうのを紹介していたので、これもちょっと抜き出してみました。添削配信でも結構テクニックの紹介とかがされていたりしますと、うん、これもあのタイムスタンプがね、かなり細かく打ってあるので、そこでこう探してもらうのがいいと思いますね。次が顔の立体感についてのまあノウハウがどれで学べるかなっていうところなんですけど、でまずは時短モデリングです。顔の XY の動き付けのまあ紹介をしていて、動きの反転とかもね紹介していて、まあ、まず見てもらうといいのかなっていうところですね。であとは講座の紹介でも話したんですけど、イケメンモデルを作ろうでは、イケメンの顔の立体感みたいなところをね実演しながら紹介してるので、これも役に立つんじゃないかなと思います。であとは、まあ、添削も本当にね顔の立体感で悩んでる人が多かったので、毎回添削してるようなね気はするんですけど、けどまあ第3回をちょっと抜粋しました。でこれもタイムスタンプが押してあるので、そこで顔の XY みたいに書いてあるところに飛んでもらえると載ってると思います。であとは、デフォーマ構造についてもっと話したいっていう談義の第2回ですね。ここでその後半でデフォーマの話をしながら、顔の XY 周りで作ったデフォーマの変形方法というか、変形の形状について、こうやってデフォーマの形を変えるといい感じに立体感出るよっていうのを実演しているので、これもね見てもらうといいと思います。であとはゲストのねクリエイターズトークですね。ケッフィーさんとのこやまさんの回を抜粋させていただきました。はい、ケッフィーさんはね、あの顔 XY の添削をしてくれたんですよね。後編なんでね、まあ熟面しか見れないものなんですけど、かなりね、はい、テクニックもそうだし、学びがねとにかくあったと思いますね、うん、であとのこやまさんに関しても顔 XY の制作を実演してくれて、もう驚きの速さというかね、驚きの速さでした次が、物理演算ですね。まずこの講座でっていうところで、揺れ物理演算をマスターしようですね、まあ、これ本当に物理演算と揺れに特化しているので見てもらうといいと思います。小物の揺れとかもやったりとかしてて、かなりね面白いんで、あと理解が深まるんで、まずはここで理解を深めてもらうという感じですね。で、はい、あとはそう、添削でね、やっぱりあの物理演算で悩んでる人の添削すごく多いので、まあ、これも本当何を抜粋しようって思ったんですけど、第1回の方ではポニーテールのキャラクターの揺れを添削していて、で第2回ではね結構がっつり揺れ物について解説していたので、まあ、これもタイムスタンプをたどりながら見てもらうといいと思います。で物理演算は本当に添削でかなりやってますので、他の作品添削配信もねぜひチェックしてみてください。で最後に一歩踏み込んだ表現っていう風にくくっちゃったんですけど、やっぱり揺れ物理演算をマスター仕様の3つ目ですね。3つ目の動画が応用テクニック、宝石をキラッとさせる表現か、呼吸にこう連動して腕が動くみたいな、こう VTuber でね、うんうん、よく見たりすると思うんですよ、はい、ああいう表現とか、あとこう瞬きした時の目のエフェクト、これもよく見るでしょ、はいはい、そうああいうのとか、あと風を吹かせるみたいな表現
そうやるテクニックとか紹介してるので、一歩踏み込んだ揺れを作りたいときはぜひこれを見るといいと思います。で、あとは、ライブ 2D メイキング、この講座もアートパスとかフォームアニメーションっていう映像用の機能って、 VTuber モデルを作っていると触らない機能ではあると思うんですけど、ここでねこれ触ってみるとね、結構ねいろいろできるなって思うと思います。主線をさ消したり出したりするのって VTuber モデル作る上でも結構課題だったりすると思うんですよね。アートパスはねもう線がもうオブジェクトとして現れるので、その辺がねコネコネできるんですよなるほどっていうのとかね紹介してますね。で、あとは高稼働の腕を作ってみよう、これもね腕をもうさらに一歩踏み込むぞって時は絶対に見てほしいです。で、抜粋したんですけど、ライブ 2D クリエイターズトークはね要チェックですね。それぞれのクリエイターさんがとっておきのノウハウをね教えてくれるんで、はい、第一線で活躍してるクリエイターの方の技術が学べるので、これは要チェックです。いやー、これは本当にもう見ていただきたいです。ということでライブ 2D トレーニング、はい、こんな感じですかね。博士セレクションでした。ふうという感じで、とりあえず走り抜けたけど、最後にちょっと困った時どうしよう、どこで聞けばいいのかなって悩んだ時に何を用意しているのかというのこんな感じになってますね。まずはその動画講座とか見てもらって、でその講座で詰まっちゃったっていうことがあれば、その講座動画のコメントにここがちょっとわからなかったですとか、もうちょっと詳しく見たいですみたいなこととかも質問だったり要望っていうのをそこに書いてもらえると助かります。あとは生配信をね結構頻繁にやっているので、そこに参加してコメントで聞いてみるのもいいですね。あとはツイッターもねやってますんで、ツイッターのライブ 2D 塾のハッシュタグライブ 2D 塾とか、あとハッシュタグライブ 2D 塾お悩み相談っていうタグがねあるんですよ。これちょっとまだね使っている方が少ないので広めていきたいんですけれども、ね、そうぜひぜひお気軽にツイートしてください。で、あとは困っている段階でその作品自体を添削にね出しちゃうっていうのもいいと思います。そう、完成品じゃなくてもね添削するので、もうこの先どうしたらいいかわからないですっていう感じで添削に出してもらってもいいと思います。で、あと最後にね、これ塾のディスコードサーバーを準備中なんですよね。そうなんです。この前の助手さんのとずまち配信でも少し使えましたけれども、そこからちょっとまた本格的に運用していきたいなと今準備をしているところになります。いやー、ということでね、塾講座の歩き方という感じでやってみましたが、はい、これを見てねぜひそうですね、まあ、こういう順路でねやろうかなって思ってもらえると嬉しいね。いやー、1周年おめでとう。ありがとう、ありがとうございますいつもご視聴本当にありがとう。ありがとうございます。はい、じゃあ今日のね配信もありがとうございました。お相手は私シャーリー峰幸博士と琴崎ゆなでした。はい、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。